クーデターで実験を握ったミャンマー国軍のトップが、訪問先のロシアでプーチン大統領と会談し、ロシア産の石油製品をルーブルで購入する用意があると伝えるなど、両国の連携をアピールしました。会談は7日、ロシアのウラジオストクで行われました。プーチン大統領は冒頭、ミャンマーはロシアにとって頼もしい長期的なパートナーだと述べました。 またロシアメディアによりますと、ミャンマー国軍のミン・アウン・フライン総司令官が、ロシア産の石油製品の調達について、ルーブルで支払う用意があると、プーチン氏に伝えたという去年2月のクーデター以降、欧米からの経済制裁などで、国際社会での孤立を深めているミャンマー国軍にとって、武器の輸入などで依存するロシアとの連携を、経済面でも強化したい狙いがあるとみられます。